やあみんな、スパイダースライムだよ。小さな雲だ。こんな町にはヒーローが必要だからね。あれ、スパイダーセンスが感じる。誰かの身に危険が。ああ、ピーター一体どうしたんだ。今助けるからね、ピーター。ふう、ピーターが爆発してるけど。ピーター、ピーターどうしちゃったの。ってサム、脅かさないでよ。ピーター脱皮しただけじゃない。で、これは何よ。なんでこんなに毛糸が。サムったら。ピーターに驚いて絡まっちゃった。助けて。サム、ただの脱皮よ。前回もそうだったの覚えてるでしょ。前回のお話、もう一度見たい人は動画を見てみてね。そろそろ新しいお家にお引っ越しかしら。そうだね、お引っ越しは楽しいけど大変なんだ。僕が支えてあげないと。そうね、サム、できるだけスムーズなお引っ越しをさせてあげましょう。じゃあすぐに始めないと。改めてこんにちは。体が大きくなってきたピーターの気分転換のためにお家を新しくするわよ。というわけで、じゃん、新しいテラリウムです。いい感じでしょ。快適に過ごしてくれるといいわね。この子がちっちゃかった頃のこと覚えてる。どこにも行かないでね。サム、新しいペットを見つけたわよ。それからずっと仲良しなんだよね。そう、お引越しどうなるか楽しみね。まだ足りないかしら。もう少しお水が必要ね。これはココナッツの床材、土の代わりに使うわ。そんなに素敵には見えないけど、ピーターのお気に入りなのよね。ちなみにだけど、なんでピーターって名前にしたかわかる人はいる？コメント欄で当ててみてね。この動画にもいろいろとヒントがあったかも。そう、恥ずかしがらずにどんどんお願いね。あ、そうだ、ピーターにいいものがあるよ。これがあればもっとくつろげると思うんだ。いい考えね。へへん、これは奥の壁に持ってこいね。慎重に、壊したら台無しだからね。あとは鳴らしてっと。うん、ヒーローには隠れ家が必要なんだよね。その通りよ、サム。ピーターもここに登って眺めを楽しめるはずね。退屈しないかな。大丈夫よ、お友達もいるからね。忘れたの、サム、ピーターはこういうおもちゃが大好きよ。とんでもない好みだな、もう。そして遊び場も。違った味わいをね。絶対可愛いじゃない。なんて名前つけようかしら。それじゃあ名前はロジャーにしようか。ドリーロジャーさん、気に入ってくれたみんなは高評価ボタン押してね。さて、そうこうしている間に置いたのはテラリウムの温度センサー。ピーターのために快適な空気を保つのよ。ピーターが退屈したり落ち込んだりしないようにこれも用意したわ。テラリウムに緑を足そうね。さあ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 、あと一歩。うわー、ナイスタイミングでしょ。ちょうどこれが必要だったのよね。ピーターはあんまり水を飲まないんだけどさ、それが普通なんだって。ピーター、どこだい。もうすぐできるよ。大声出さないの、タランチュラは夜行性よ。はあ、ごめん。かわいいピーターはお昼に寝て夜に起きるの。だから明るいうちは隠れてるのよ。寒い時も大丈夫なようにヒーターも用意してあげたわよ。真下に差し込んでっと。あとはスイッチをオンにしてみましょう。フライパンみたいに熱くしちゃダメだよ、スー。と、そろそろお引っ越しさせてあげる。そうね、サム。でもピーターを連れてくる前にまずは保護手袋をしないと。ピーターはテラリウム暮らしが長いからちょっとの動きで怖がっちゃうのよ。毛に刺されないように手をちゃんと保護してね。さあ、ピーター、ごめんね。新しいお家へ行くわよ。
おいで、ゆっくりでいいから。あなたって本当に美しいわ。みんなも気をつけて。大人の人に手伝ってもらってもいいわ。だい、ピーター、結構頑張ったんだよ。大丈夫だよピーター、親愛なる隣人のこの僕がいるからね。ピーターも満足そうね。新しいお家に慣れてもらって、みんなとはそろそろお別れよ。動画が面白かった人は評価お願いね。ピーターの生活をもっと知りたい人は他の動画もぜひ見てね。コメントもお待ちしてます。そうね、じゃあバイバイ。バイバイ。